皆さんこんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢博之と申します。今日の動画はですね、こちらの XH2S、このカメラのですね、設定をするっていう、ところをお見せしたいと思います。最初にお話しすると、ものすごくですね、カスタマイズができるようなカメラになっていて、そのカスタマイズ設定をどこまで作り込めるかっていうところで、このカメラの操作感が変わってくるかと思いますので、自分の設定ですね、星を撮る時の設定、それから動画を撮る時の設定についてお話ししたいと思います。それでは行ってみましょう。まずは写真の観点でちょっと見ていきます。マニュアルモードにして、プレーンな状態での設定どういう風にしてるかっていうのをざっと見ていきたいと思います。基本ローで撮影していますね。で、こう下に行きまして、こうシャープと交換のノイズ低減を一番低い状態にしておきます。はい、これでノイズがね、一番抑えられるっていうか、ノイズがシャープにならず、それから、交換のノイズ制限でちょっと甘い描写になるもんで、それを防ぐことができるってなります。で、長秒時ノイズ制限、これもオフにします。1枚でも、たくさん写真を撮りたくてですね。で、このカスタム登録のところ後でチェックしていきます。カスタムモード設定も後でやります。 AF 補助光をオフにしてます。これ基本的にオートフォーカス使わないからなんですけど、たまにこう赤い光がね出ちゃって、それが映り込んじゃったりすると写真に悪影響が出るので、そういった不意の光が出ないようにしています。 MF アシストモード、これ拡大、液晶モニターを拡大してピント合わせを行う時などにやりますが、昼間の撮影の時はこれね、フォーカスピーキングっていうのをオンにしてるんですけど、基本的に夜の撮影、星の写真の時はオフにしています。はい、で、これタッチパネルモード、エリア選択、こうタッチパネルを操作してどこにピントを合わせるかっていうフォーカスエリアを選ぶことができるんですけど、ただこれでやるとですね、こういうふうに自分の指にこうついてきたりっていうことができるようになりますね。これでオンにしてるっていう感じですね。タイムラプスやるときにインターバルタイマー撮影、露出平準化オンにしてます。これで、フリッカーが起きにくい、タイムラプスが撮影することができます。で、速攻方式は基本中央部重点速攻にしています。これはタイムラプス撮るときの配慮ですけど、余計なところにこうカメラが引っ張られてね、それがそのフリッカーっていう明滅現象、チカチカする現象につながらないようにっていう、極力、そういった設定にしています。で、シャッター方式は、電子シャッターにしていますが、たまにね、何かこうカメラがちゃんと動かないみたいな時に、電子シャッターにしてるから動かないみたいな場合がたまにあるので、この項目ここにあるんだっていうのは覚えておいた方がいいと思います。で、ブレ防止モードは撮影時に今はしています。感度は撮影時に頻繁に変えますんで、特に今は気にしなくていいと思います。冷却ファン設定はこれですね。この冷却ファンをつけた時に、どんなスピードにしますかっていう設定がここに出ます。低速、高速とか、要はその高速にすればカメラが冷えるんですけど、動画撮ってたらそのファンの音が入ったりするので、そういう時気になる人は低速、写真撮る時はもう高速でガンガン回してますね。はい、で、カメラを冷やすと熱ノイズがやっぱり減るので、星の写真、特に今みたいな夏の撮影だと結構便利ですよね。で、次に、動画の設定の方をお伝えしたいと思います。私は動画撮影の時は基本的にこの上の動画マークのところで撮るようにしてますが、ここに基本的な設定を置いておいて、イレギュラーな撮影の時にこう C1 とか C2 とかカスタム設定の方に割り振ってるようにしてます。撮影モードはマニュアルでいつもやっています。F 値は基本開放で ND フィルター、バリアブル ND フィルターですね、明るさを調整して、で、シャッタースピードは固定ですよね、動画なので。で、感度オートで撮影しています。で、大体それでどんな明るさにも対応できるような感じですかね。で、動画モードは基本 4K60p で、この場合は撮るようにします。あとは、自分の場合だとこのタリーランプだな。タリーランプっていうのが、ここにランプがあって、これを光らせることができるんですね。録画をしていて、急にその何かの理由でカメラがダウンした時に、録画できてないっていうことに気づきたいわけですよ。
でこのタリーランプをオンにしておけば、なんかトラブルがあって記録できなかった時に、あ、今タリーランプ消えたから動画撮れてないって気づけるんで、これはねオンにするようにしてるんですよ。両方ともオンにするようにしてます。で、冷却ファン設定、ファンの動作音を抑えることを優先しますに基本的にはしてますかね。その他は特にいじってるところはないんですが、まあ、強いて言えばこの AF モードですよね。ジンバルとかに乗せて撮影する時あるじゃないですか。でその時にフォーカスモードをこのコンティニュアス AF にしておいて、 AF モードこれをオートエリアにしています。これエリア選択っていうのは自分でこう選ぶ、ここにピント合わせてよって選ぶようなモードですけど、オートエリアはまあカメラで自動的に判断してっていうモードですね。これね、オートエリアの方がねうまくいくんですよね。動画をこうジンバルとか持ってですね、構造を変えながら動画を撮るときに滑らかにこうピントが合ってくっていうのはオートエリアに選択した方がいいと思います。それから AFC カスタム設定のところなんですけど、自分はこの被写体保持特性に AF 速度マイナス2っていうのにしています。で自分の用途としては、例えば真ん中にこの近いところにピント合わせてちょっとずらして奥にピントが合うみたいな感じの演出を動画で撮りたいときに、この急にピッとあったら困るわけですよね。かっこ悪いわけですよ。で、それ合うスピードが遅すぎてもダメなわけですよ。で、それが一番よくできるのがこの設定でした。その他、画面のカスタマイズぐらいかな。これはあの動画も写真も関係なくの話になりますけど、画面のカスタマイズの時に、私はですね、このヒストグラムを表示するようにしてまして、露出をチェックするときですね。で、あと下の方に行って画面枠を表示させるようにしてます。こうすると四角い枠がですね、どこまでが映っていてどこまでが映らないのかっていうのがよくわかる設定になりますので、この画面枠を表示するようにしています。で、ここちょっと大事なんでお伝えします。メディア記録設定っていうのがありまして、これはどこに保存しますかっていう話なんですけど、メモリーカードがね CF エクスプレスタイプ B と SD カードと2枚させるようになってるんですが、基本的にその CF エクスプレスの方は動画だけを入れて、で SD カードの方には写真を入れたいっていうのがあるんですよ。で、私はこの1番が CF エクスプレスタイプ B なので、この1番に保存するようにします。写真はこのカードスロット設定っていうのが、このカメラのマークありますけど、これ動画のマークじゃなくてね、カメラのマークありますけど、ここで設定できるんです。で、ここで順次記録っていう風にして、スロット選択を2番にするとっていう風にすると、動画は1番に保存されて写真は2番に保存されますと。で、とりあえずこれで基本設定は終了と。じゃあここからカスタマイズするの方向に話を持っていきたいと思います。全体的な設定方法として FN 設定のところを触れておきたいんですけど、これそのボタンのどの部分にどの機能を割り当てるかっていうのが決められるんですよ。ファンクション設定になりますが、このね、レックボタンのところに私 C1 ってのを割り振れてるんです。これね、カスタム1設定呼び出しっていう項目があるんですよ。この赤いボタンを、まあ、今押すとカスタムモード1に登録した内容がすぐに呼び出して撮影ができるっていうのが、これなんですね。これ結構便利です。で、言ってしまうと私ですね、通常の動画と、それからハイスピード撮影、スローモーションの撮影ですね。それを瞬時に切り替えたい時があるんですよね。だから CG にはその、ハイスピード撮影のモードを割り振っています。だから、1に押すと、今 4K120 って上の方に出てるの分かりますかね。こういう風に、カスタム設定のダイヤルをこう回さなくても、これ押すだけで呼び出せる。でもう一回押すと戻ります。あ、そうですね、この FN7 にこのパフォーマンスっていうのを割り振るようにします。これ低照度優先っていうですね、モードがあって、これに設定すると、暗い中で撮影してて液晶モニター何も映ってなくても何かしら映るようになるんですよ。あとは、まあ、手ぶれ補正のオンオフとか、顔認識、オートフォーカスとかをこう瞬時に、呼び出せるようにはしていますね。で、今、FN 設定でこう、タッチパネルでこう、こういうスワイプして何かを呼び出せるっていうモードがあるんですけど、このタッチパネル設定っていうところですね。これをオンにしておかないと、その効果が得られないので、ここは必ずオンにするようにしておいてください。
で、ここをオンにしておいた状態で、さっきの FN 設定のここだね。この TFN1 って上にスワイプする、左にスワイプするみたいな感じでできます。という感じの FN 設定をしておくことをお勧めします。カスタム設定をするときはですね、カスタム設定をしたいダイヤルにまず合わせます。今 C1 に合わせてます。で、C1 にして、カスタムモード設定っていう項目があります。で、これにすると、この C1 から C7 にかけてそれぞれ動画用のカスタムモードですか、写真用のカスタムモードですかって選べるようになるんですよ。で、私1,2,3は動画にしてて、4から7は写真にしてます。で、まあ動画にしますよってことで、それぞれこうやって割り振っていくんですよ。で、今カスタムモード設定 C1 って出てますけども、カスタム登録、編集っていうところから実際に設定をすることができます。はい。で、今、動画モードでのカスタム登録をしているので、動画モードに割り振っているところだけがこう表示されている状態で、こうなんか名前も変えれるんですよ。カスタム名編集ですね。ここからこういろいろ、こうやって文字入力をしていくことができるんですけど、まあ、自分はその、カスタム1は、4K のハイスピード撮影で、カスタム2にするとフルハイビジョンで、カスタム3にするとフルハイビジョンのハイスピード、フル FHD の 240p で撮影できるので、その3つを瞬時に切り替えたいのでやってます。で、通常の撮影とハイスピード撮影は結構頻繁に切り替えることが多いので、ここの赤い動画マークのところですね、ここにカスタム1を呼び出しのボタンを押していて、ここを押せばこのハイスピード撮影の設定が瞬時に呼び出せるっていう状態になっています。動画の途中なんですが、このカスタム登録のところはですね、私も撮影経験積んでちょっと変わってきているところがあるので、それをご紹介したいと思います。この動画マークのすぐ隣にあるのがこれ C7 なんですよ。動画マークと C7 を切り替えれば違う撮影ができるような感じになってるんですけども、私は通常の動画マークのところで 4K60p の撮影をするようにしてて、で、C7 のところに、ログ、Flog2 での 4K60p が撮れるように設定をしました。まあ、これで、ログで撮っておきたいところ、まあ、そうじゃなくて、フィルムシミュレーションだけでもういっちゃえるなって思ったところの切り替えが、このダイヤル1個、1個変えるだけでできるっていうのと、C1 のカスタム登録のところには、4K120p のハイスピード撮影を入れるようにしました。私はこのカスタム登録1の呼び出しをこの赤いボタンの方のところにしてて、録画用の赤いボタンのところにカスタム登録1をこう割り振ってて、これを押すと、4K120p の撮影ができて、もう一回押すと通常の撮影に戻るっていうような感じの操作をしています。 C1 に一つ、よくある設定を入れるっていうことと、ダイヤル1個切り替えた C7 にも、次によく使う撮影を入れておくっていうような感じで今活用しているので、そのご紹介でございました。じゃあ動画に戻ります。カスタム設定の登録の仕方、それからファンクションの設定ですね。で、それの登録の呼び出し方っていうのをちゃんと設定しておくと、このカメラめちゃめちゃ快適に使いこなせると思うので、皆さんもぜひ実践していただけたらなと思います。はい、というわけで、本日の動画はここまでになります。次はですね、これ使って撮影した、まあ、動画のこととか、あと実際星空撮影した時のですね、そのノイズがどうのとか、そういう話をしていきたいと思いますので、 XH2S シリーズの動画まだ続きますので、引き続きお楽しみいただければと思います。それじゃあ今日の動画はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。